44レビントンマグナムあるいは44マグナムはリボルバー向けに設計された大口径弾薬である。発表されるとすぐにカービンやライフルに採用された。44という名前ではあるが44マグナム弾薬とその元になった44スペシャル弾口径のすべての銃は直径が約0.429インチの弾頭を使用する44マグナムは 延長した。44スペシャル弾の薬莢をもとに、より高い速度を得る目的で、より高い圧力となるように発射薬をロードしている。44マグナムは、454カスール弾などに比べれば威力が劣っているが、未だに最も人気のある、市販の大口径マグナム弾薬の一つである。44マグナム弾薬に限界までロードし、 重く貫通力の高い弾頭を装着すると発射した時に大きな反動とマズルフラッシュが発生するが近距離ならば北アメリカのどんな獲物でも狩ることができる。44マグナム弾薬は数年にわたって44スペシャルをハンドロードによって中運アップした成果である。より狩猟に適した性能にするために 44スペシャルやその他の大口径の拳銃弾に重い弾頭を装着し、通常より高速で発射されるようにした。このようなハンドロードの一つは20世紀の作家であり野外活動家でもあったエルマー・キースによって作られた44マグナムリボルバーの写真。弾頭とシリンダーギャップから漏れるフラッシュがはっきりと映っている。エルマー・キースは十五コルトではなく 44スペシャルを彼の実験に使うことに決めた。当時ハンドロードに使える44口径の弾頭は比較的種類が多く、また44スペシャルの薬莢は45コルトよりも厚くて頑丈だった。これに加え44スペシャルの薬莢は45コルトの薬莢より小さかった。これはシリンダーの大きさが同じリボルバーならば、 44口径の方が、45口径よりもシリンダーの壁が厚くて、頑丈である、ということを意味する。従って、薬莢内部をより高圧にしても、シリンダーが破裂する危険を少なくすることができた。キースは、この新しい高圧のロードの市販バージョンと、それを使用するリボルバーを製造するよう、スミスウェッソンとレミントンに働きかけた。 S&W は1956年1月、44マグナム光景の最初の試作リボルバー、つまり有名な S&WM29 を発表したが、数ヶ月のうちにスタームルガーがシングルアクションで作動するブラックホークリボルバーの44マグナムバムを発売した。この素早い対応の本当の理由は明らかでないが、ルガーの従業員が 44レミントンマグナムと刻印された薬莢を見つけてウィリアム・ビールガーに持っていったという説や、レミントンの従業員がこの弾薬の初期のサンプルをルガーに渡したため、ルガー側に情報が漏れたという説がある。44マグナムの薬莢は、44スペシャルの薬莢より少し長い。これは発射薬のためにより多い容量を必要としたからでは、 なく、この極めて高い圧力の弾薬を古くて脆弱な四十四スペシャル口径の銃に装填できないようにするためである。こうすることで、怪我や場合によっては死亡する危険を避けることができる。四十四マグナムはすぐに成功した。s w m 二十九や四十四マグナムのルガーブラックホークの直径の子孫は現在でも製造されており、それ以外の多くの 44マグナムリボルバーや数は少ないが自動拳銃さえも生産されている。S&WM29 はクリント・イーストウッドのスター映画ダーティ・ハリーに華々しく登場し人気を博した。また実例では1992年10月17日にアメリカ合衆国ルイジアナ州で起きた日本人留学生射殺事件でも使用された。 スター・ムルガーは最初の長銃として44マグナム口径のセミオートマチックカービンを1959年に発表した。マーリンはすぐにレバーアクションの44マグナム口径のモデル1894で追従した。同口径のカービンと拳銃を持つのは古くからの伝統である。1873年にレバーアクション用として 44から40ウィンチェスター弾が発表されると、コルトは1878年に同じ後継のリボルバーで追従した。38から40ウィンチェスター弾や32から20ウィンチェスター弾は、どちらもその後継のカービンとリボルバーが存在しており、一つの弾薬をどちらの銃にも使うことができた。改良された現代の抗菌や製造技術によって、 より強靭なシリンダーが製造できるようになったことで、454カスール弾や、480ルガー弾のような、より大きく強力な弾薬を用いるリボルバーが、44マグナムのリボルバーと同じサイズで製造できるようになったものの、44マグナムは今日でも最高の選択の一つである。2006年、44マグナムの50周年を記念して、スタームルガーは、 ブラックホークリボルバーの50周年記念特別モデルをフラットトップスタイルで発表した。これとアナコンダ44マグナム44マグナムの登場で拳銃は大きく重い弾頭を高速で発射できるようになった。一般的に見てフルパワーの弾薬の場合警察用の武器としては不適切なほど大きな反動と混ズるブラストが発生する。また速射は 非常に難しい。特に小さな体格や小さな手の居手にとっては、なおさらである。44マグナムとその元になった。44スペシャルは、44後継として販売されてはいるが、実際には、429、430後継である。44の名前は、19世紀後半に使われていた、ヒールの弾薬の古い計測方法を引き継いでいる。 当時の弾頭は薬莢の内側ではなく外側で計測されていた。四十四スペシャルの元になった。四十四ロシアン弾薬が開発された後、弾頭の後継の計測方法は薬莢の内側に変わり、後継は四百二十九となった。しかし、すでに四十四後継のリボルバーを使っていた購入者の混乱を避けるために、市場では元の 44という名前が使い続けられた。銃のスタイルを工夫すると比較的快適に44マグナムを発射することができる。多くのいてはシングルアクションの丸いグリップ形状はダブルアクションリボルバーのグリップの上に肩が張り出している形状よりも大きな反動を制御しやすいと感じている。反動の大きな銃と同じタイプのより長い ビズリースタイルのシングルアクショングリップも同様に考えられている。これはスタームルガーやフリーダムアームズのシングルアクションおよび多くのカスタムメーカーが採用している。44マグナムマーリン M1894 カービン。後継。44マグナム。二つの目的、つまり拳銃とライフルの両方に使う弾薬のコンセプトは西部開拓時代から すでに一般的だった。例えば、44から40ウィンチェスター弾の高速なライフル用のロードはマグナムロードの先駆けになった。他に、32から20ウィンチェスター弾や、38から40ウィンチェスター弾などもあった。44から40ウィンチェスターのような2つの目的に使う過去の弾薬は使用者がライフル用に設計された。 高速バージョンを拳銃に装填した場合、メーカーに対して問題を引き起こした。しかし、44マグナムは当初リボルバーの弾薬として設計されたのでこのような問題はなく、サーミの使用に準拠した弾薬ならば、44マグナムのどのような拳銃やライフルからでも発射できる。ライフルまたはカービンの弾薬としての44マグナムは コンパクトで軽量にまとめることができるにもかかわらず、狩猟の際に中型の獲物に対して十分な威力を持っている。1969年、スタームルガーは最初の44マグナム光景のカービンとして、ルガー44カービンを発表した。レバーアクションのマーリン M1894、ルガーディアフィールドおよび その他の多くの銃がこの光景で販売されている。カービンはリボルバーよりも非常に重心が長いので、同じ弾薬でもリボルバーに比べて非常に高い速度で発射できる。ルガーディアフィールドによる多くの弾薬の試験の結果、240、グレーン弾頭は100ヤード先で1300フィート、S を超える速度を発揮することが判明したが、これはリボルバーの重口初速に相当する。 一年性の発射薬は、長短どちらの長さの重心でも、最高の性能を発揮できる。例えば、2 4グレーンの弾頭は、リボルバーでは1500フィート、S、カービンでは1625フィート、S の速度を発揮するとされている。44マグナムを使った狩猟には、エルクの大きさまでが適している。貫通力の高い適切な弾薬を使えば、 アフリカ水牛剤も狩ることができる。出版人のロバート、E. ピーターソンは、44マグナムによる北極熊に関する記録を持っていた。これは、ゾウに対してすら使用され、成功した。加えて、長い間鹿狩り用の最高の弾薬と考えられている古い、44から40ライフルロードの弾道特性に対して、 44マグナムによく用いられる重くて先端が平らな弾頭には有利な点がある。小枝や矢部を模した軽い用意を通して弾を発射する試験を行うと現代の狩猟用弾薬によく用いられる軽量高速で飛行が薄く先端の尖っている弾頭は矢部に触れると簡単に弾道が曲がってしまうことが分かった。最小の弾道の歪みで矢部を貫通する。 理想的な弾頭は重く、先端が平らで中速の弾頭である。コルト、スミスウェッソン、スタームルガーなどのモデルを使った場合、44マグナムの精度は良好で、ほとんどの種類の弾薬のグルーピングは50ヤードの距離で3から4インチにまとまる。44マグナム弾薬の制限要因は終末弾道学によるものではない。 6インチ重心のリボルバーから発射した場合を想定すると通常のロードを詰めた240グレーン弾頭の44マグナムが150ヤードの距離で発揮するエネルギーは同じ銃から発射した246グレーンの44スペシャルの銃口におけるエネルギーを上回る重く拡張しない弾頭を用いると44マグナムはエルクや場合によっては バイソンなどの大物を容易に貫通する。制限要因は弾頭の軌道にある。狩猟に最も適した弾頭は重く、従って比較的遅い。つまり、その軌道は100ヤード先でかなり落ちる。50ヤードで0、つまり、標準線と弾道が50ヤードで交わるように調整した場合、100ヤードで約2インチ、150ヤードでは8インチ以上落ちる。 100ヤードでゼロの場合は150ヤードで6インチ以上落ちる。専門家は44マグナム弾薬による狩猟で実用的な精度を求めるならば距離を100ヤード以内にするように進めている。スミスウェッソン M29。しかし1971年、クリント・イーストウッド主演の映画ダーティ・ハリーにおいて S&WM29 と共に華々しく使われると注目を集めることになった。1971年の映画ダーティハリーの中でイーストウッド演じるダーティーハリー・キャラハンが彼の M29 を世界一強力な拳銃だと説明するのは映画における古典的なセリフの一つである。厳密に言えば事実ではなかったが、 44マグナムはそれまで量産された中では最も強力だった。M29 の需要は飛躍的に伸び、その販売価格は希望小売価格の3倍に跳ね上がった。44マグナムは1983年の映画ダーティハリー4のやれよ。楽しませてくれというセリフとともに今でもハリーキャラハンを連想させる。ありがとうございます。